ご視聴ありがとうございます。ちいろでございます。久しぶりにですけれどもね、シムズ4、どれくらいぶりですかね。もう、1年以上、経つのかな、多分ね、そうですね、そうだね、1年、まあ、去年の多分、年末年始ぐらいでやり始めていると思うので、そうだね、1年しばらく間が空いてしまいましたので、新しい、まあ、シーズンというかね、まあ、初めから、ちょっとやっていこうかなと、思っております。というわけで、ちょっとね、キャラクターも作るところから、まあ、キャラクターがね、一番まあ、このゲームのまあ、大事な部分ではあんのかなと、まあ、いうところですから、まあ、そのあたりもしっかりと、やっていくかと、いうことで、じゃあやっていきましょうか。私ってどんなシム？まずは楽しい性格診断で決めてください。その後で、よしをカスタマイズできますと。まずはだから、あれだね。まあ、いくつかの質問にね、自分なりの答えを、で答えて、で、まあ、それをね、ゲームで、まあ、自分がどんな人間かみたいなのを、まあ、診断してくれると。診断してくれたものが、じゃあ、そのアバターのね、性格になってくるという感じでしょう。じゃあ、行きましょう。了解。まずは簡単な質問から。私の年代は、大人かな？シニアではないと思うんで。一番手助けしたいのは、他の人々。木の上から降りれなくなった猫。自分自身。木の上から降りれなくなった猫かな？世界の危機どうする？潜入捜査する。周囲と恐怖を分かち合う。自分が危機の正体。ああ、どうしようかな。潜入調査するほど積極的でもないので、かといって自分が危機の正体になることはまあないとは思うんで、周囲と恐怖を分かち合う。一番好きなシムのタイプだ。善良なシム。興味深いシム。犬。善良なシムで行かせてもらっていいですかね、これはね。どんな姿勢で仕事をする？必要だから働く。成功が一番大事。自分は絶対に優秀。ああ、必要だから働くかな。家族が盛大に集まった時のお祝いといえば？おばあちゃんの味に舌包み。家族の集合写真を撮る。おかしなおじさんを回避する。どうなんだろうな。どれも当てはまらないな、俺でも。家族の集合写真を撮るかな、でも、あるとしたら。ペットを飼っていて一番素晴らしいものは、芸を仕込めること。うちのにゃんちゃんのゴロゴロを聞くこと。ペットに家を与えられること。どういうことだろう。うちのにゃんちゃん、まあ、にゃんちゃん派じゃないんだよな、どっちかって言ったら。芸を仕込める。まあでもそこに別に興味があるかっていうと、そういうわけじゃないからな。まあでも芸も仕込めることにしようか。この2つではないと思うんで。どのくらいジムに出かける？好きあらばいつでも時々、ジムに用はない。支援したい運動を見つけて、どうやって手を差し伸べる？自分が真っ先に変わる。街中にビラを撒く。政府の補助金を確保する。支援したい運動を見つけた、どうやって手を差し伸べる？どうするんだろうな。自分が真っ先に変わるかな。ディナーは何にする？ベジタリアンメニュー、コース料理。適当、一人で食べるし。どれにも当てはまらないけどな。新しい質問しようか。何のために貯金する？より良い住まいのため、将来のため。今が全て貯金はしない。貯金する、将来のため、じゃない。意見を主張する一番のメリットは、そのためにお金をもらえること。他人を説得して意見を共有できること。いろいろな人に聞かせられること。意見を主張する一番のメリット。
意見を共有できることかな。説得するかどうかはまだ別、うん、だと思う。おお、なんかダンディだね。はじめまして、私の性格、容姿、ファッションを決めてください。あと名前忘れずに。了解。さて、ちょっとキャリア、政治活動家政治活動家、あなたの政治力をより良い社会の現実に実現に役立てましょう。あなたを支持する政策のため寄付金集めや支援金の確保に邁進してください政治家ねちょっと待って、政治家にはなりたくないなスキル、魅力、会話するときちょっとした魅力があれば大いに役立ちます。友人作りでもロマンスでも、あるいは見知らぬ人を落ち着かせるのだって難なくこなせる。スキル、ペットトレーニング、ワンちゃんに命令一つで芸を、させることが人生の重要なスキル。そう考えるシムにはペットのトレーニング技術が必ずや役に立つでしょう。開始時の預金、平均以上多いね。預金に余裕ができました。自分にご褒美あげましょう。あ、いい生活ができるぞと。なるほどね。ちょっとこれ仕事は変えれないの。ちょっと待って、性格、世界の友人、この島はできるだけ多くの友達を作りたいと考えている。社交的、社交的な島は友好的な関係をより早く築けます。怠け者この島はテレビ鑑賞や居眠りをした後だけでなく、心地よい家具に触れることでも強力なムードレットを獲得します。また運動による疲労が通常よりもたまりやすく、家の雑用すると神経質になります。これはちょっとあれだな。善人、この島はポジティブなムードレットを持つシムが近くにいると幸せな気分になり、チャリティーに寄付することがあります。また悪いシムと交流すると悲しい気分になり、世界平和について話し合いをすることがあります、うん、猫好きなの。このシムは猫の友達を作り、他のシムよりも猫と一緒にいることを好む傾向があります。まあそういう風に言われる、まあ猫嫌いかと言われると好きだけどね。まあこれでやっていきましょうか。でね、ちょっと見た目、ちょっと変えていこうと思ってます。まずそうだな、顔から、まあ見た目はいいかな、これでちょっとこれは行き過ぎてるな。ちょっとね、やっぱね、 お父ちゃんみたいな感じの、いいね、決まりましたね。服はこれでいいでしょう。名前、名前、名字ね、ウィリアムズ、名前どうしようかな。ナオキ、ジェイコブ、オリバー、タイラー、アーロン、あ、アーロンっぽい決まりました。アーロン・ウィリアムズさんです、私のアバターは。で、こっからが大事なんで、前回ね、あのウィリアムズ姉妹、いや兄弟かを せっかくだからこっから、マイライブラリー、ウィリアムズ、ペット込みのなかったっけ。世帯を統合、お姉ちゃん出てきたね。これ私、つまりレベッカが今度は私の娘です、まあ今までいろんなゲームで可愛がってきた
ねキャラクターではありますもんね。ジェイコブジェイコブがね可愛くて仕方ないんだよね。いいなぁ。寝不足、うん、ノート、うん、これだ。よし、じゃあこれを保存しよう。あ、これが抜けてるってさ。あれ設定したと思ったんだけどな。容器。ウィリアムズ一家。うん。あ、トレーラーハウスみたいのすごくいいな。ちょっと待ってね、もう元の場所にしてみる？確かここだな。アスファルトアポーデ、うん、ここに引っ越しますか、とりあえず、うんよし、来たぞ。みんな。ちょっと待って。まずは、建築モード。うん、それ今、パパ、建築するから今から。これなんかさ、ギャラリーから引っ張ってこれなかったかな。自分のギャラリーから引っ張ってこれなかった？これだ、これこれこれ。どれだっけな？これなんだけど。これは。じゃ、これだな。これだね。ちょっとあれだな。けえな足りないじゃん。お金足りないな。これじゃなくてもっとあの序盤で作ったやつあったはずなんだよね。これか。これはまだ中そんなにしっかり作られてない。上もね。これでいこう。家具付き、それとも家具なし。家具付きでいいでしょう。実行すると、あー戻ってきました。あー、そうね、そうです。うん、なるほどな。あれ、こんなとこベッドだった？ああ、そうか。ここが、じゃあ、父ちゃんの部屋として。お姉ちゃんとジェイコブは、上に寝てもらうか。やっぱり。
OK。で、これでとりあえず家族は寝れるね。これをベッドの左側をお姉ちゃん。ベッドをジェイコブ。OK。で、これ父ちゃん。で、父ちゃんは、本当に政治家に なる気でいるのかな？とりあえず、とりあえずさ、家に帰ろう。お姉ちゃんも。入ってきた。今何時？朝の、日曜の朝の8時40分。さて何させようかね。まず、父ちゃんを、本当政治家になるの？ なんかもっと、違うものになりてえな。仕事を探す。ちょっと父ちゃん政治家辞めるわ。レベッカ、ジェイコブ、聞いてくれ。父ちゃん大事な話があんだ。父ちゃんな、政治家辞めるわ。全然聞いてくれね。父ちゃんどうしようかな。エンターテイナー。素人エンターテイナー。カリスマ技術士。スポーツ始めるにはもう年取りすぎたな。ソーシャルメディア。ビジネス。普通にビジネス。ファッションインフルエンサー。フリーランサー。作家。宇宙飛行士。料理。ああ、料理人ね。犯罪者。画家。秘密諜報員 秘密諜報員か、評論家。ここバイトだな。どうしようかな。父ちゃん YouTuber になる みんな聞いてくれ。父ちゃん大事な話がある。聞いてくれ、レベッカ、聞いてくれ。頼む。父ちゃん、大事な話があるんだ。ウィレム・ザ・アーロンは、先行してキャリアの課題を始めますか？ジェイコブ、父ちゃんみたいな大人になるなよ。月火水木、9時から15時まで。土日が休みだね、これね。自宅で仕事、ソーシャルメディアのプロフィールを作成する。じゃあね、アクション。ちげえな。どうすんだ？ソーシャルメディアでプロフィールをせ。ちょっとレベッカ、ゲームしてないで変わってくれよ。で、ベッカ、ちょっとジョギング行ってきて。大事だろ。ゲームしてん。ゲームやめなさい、もう。ジョギング行ってきなさい。そしたら父ちゃんは仕事するから。どうしたらいいんだ、これは。キャリアについて嘘をつくためだろ。待って。父ちゃんは、とりあえずパソコンに向かうか。
どうしたらいいの？キャリア。仕事？いや、違うな。どこさ、どこにたため？ どこ売るダメ？ どうしたらいいんだろう？ウェブ。父ちゃんは、これどういう仕事なの？これ。父ちゃんでも日曜だから仕事したくないのかな、これ。そういうことなのか。じゃあ父ちゃんは、ジェイコブとテレビ見てる。今日の、どうだったんだ、ジェイコブ今日。日曜だけど、なんか、友達できたか？引っ越したばっかりだけど。ん？友達なんてできるわけないでしょ、まだ。家買って、家についてテレビ見てるところだよ。そりゃそっか。なんか、客さんとか、そのうち来るんじゃないか。そしたらお友達ができるかもしれないぞ、ジェイコブ。だいたいおじさんとかおばさんだよ。子供なんて来ないよ。そうか。そりゃそうだな。どうしようかな。父ちゃん。ドックどうした、それで。ドックどうしたんだ、ドック。ちょっと待って、ドック。ドックが小さすぎて分かんなかった、ちょっと。 ジェイコブ、ちょっと、ドックを。あ、ダメだ。父ちゃんが行ってくる。父ちゃんがドックを抱き上げる。ジェイコブ、ドックの世話ちゃんとしろよ。お前が欲しいって言うから買ってやったんだからな。父ちゃん猫が好きなんだからな。よし、おいで、ドッグ。ドックおいで。よーし、ドック。こっちだ。よし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 。で、ドックを、ドック中に下ろしてやりたい。よし。行こう、ドック。よーし、ドック、ここがお前の家だぞ。ドックのなんか、ちょっと待って。ちょっと待って、ドックとおしゃべりする。ドックをハグする。可愛くて仕方ない。父ちゃん、ドックが可愛すぎて仕方ない。ペットの恐れなんだ？ちょっと待って。なんか今出たぞ。アナウンス。どれだ？かなかった。分からんな。なんか自分のステータスみたいのってどこで見んだっけ？これか。これ大事だから。かわいいな、ドック。かわいいな、お前は。あ、そうだ、ちょっと待って、ドックの寝床とか全然作ってない。ちょっと待って。ドックの寝床とご飯用意してやんなきゃダメだったな。ペット用品。これか。ペット用おもちゃなの、これ。猫トイレ。これじゃないね。これは？ペットの自動餌やり機、これだ。どっちがいいの、これ。どっちも同じか。あ、でもこれでも猫でしょ。こっち犬でしょ。
これを、ここに設置してやって、ドックの寝床を作ってやりてえな。これか。お眠時間のペット用ベッド、これだ。スリープステーション。大きめのワンちゃんややんちゃな猫ちゃん。どれくらい？あ、結構な大きさだな。こんなもんでいいよね、まずは。ちょっと落ち着いた色のやつないのか。うん。よし、これで。OK だな。よし。ジェコブ腹減ったんじゃないの？父ちゃん腹減ったんだけど。レベッカはまだ帰ってこない。あ、帰ってきた。レベッカ。ご飯を作りましょうよ。料理する。あ、ちょっと待って、これは父ちゃんなの。ちょっと待って、どうしようかな。年功って何？餅？野菜餃子、パンデムエルとベジタリアン向け、マカロニチーズ。ベジタリアン向けなの、マカロニチーズって。エッグ&トースト。チョコレートケーキ。ポンデケージョ。エッグ&トースト。ファミリーサイズだな。ちょっとレベッカ、飯作ってくれないか。ちょっと待ってて、今作るから。自分たちでやったらいいじゃない。なんでご飯ぐらい作れないの、自分で。ちょっと待って。釣りの場所を息子に教えてもらったみたいな。ちょっと待って、レベッカ、レベッカ逃げなさい。レベッカ、ちょっとレベッカ、なんてことをしてくれた。お風呂入りなさい。もうお風呂出て入って大丈夫なのかそれ。ちょっと待って。嘘でしょ。これどうすんの、これどうすんだ。レベッカが燃えたけど、一回。料理のスキルがないのかな。なんかもうちょっと簡単なご飯作らせてスキル上げなきゃダメなのかな。やけどに遭いました。全身すだらけです。洗い流した方がいいでしょ。洗っていいんだ。これどうしたらいいんだろう。これ。壊れちゃってるね、これね。もう。そうでしょ？もうちょっといいの買うか。あんなすぐ壊れるんだったら。ロンドンの選択、ちょっと良さそうなやつ買うか。これな、ちょっといいでしょこれ。よしで、これか、これのこの色ね、うん、
くりしたよ、急に。初日だぞ、お前。びっくりするよ、そんな。うん、これでいいな、うん、よかった、なんかねえ、やけども、やけどっていうか火事もひどくなると死ぬからね。初日で娘が死ぬって最低だから、スタートとして。よかったよ、死ななくて、とりあえず。あ、ちょっとモザイクが入ってますけど、今ね、うん、どうしようかな。父ちゃん、ちょっとじゃあコンピューターセキュリティ設定違うの、ソーシャルネットワーク、ソーシャルメディアの更新をチェックする。ちょっと待って、お姉ちゃんご飯、もう昼ご飯だな。料理する、同じで行く。いけるでしょ、さすがに。さすがにもういけるだろう。ちょっとレベッカ、やけどしたところすまないんだけど。レベッカ、ゲームはいいからさ、昼飯作ってくれや、頼むよ。父ちゃんもジェイコブも腹ペコなんだよ。お前もだろ。ちょっと待って、父ちゃんは餌の補充しなきゃダメな。ちょっと大丈夫かな、本当に。よく見て、よく見ててやんなきゃ。あ、今度はうまくいったね。いいね。携帯見ちゃダメよ、うん、料理中。まだ火事起こすから。誰か来たぞ。誰か来たね。ゴス・カサンドラさん。カサンドラ・ゴスさんだね。ティーン。これはレベッカと友達になれるんじゃないの？ちょっとジェイコブが迎えに行ってあげてよ。招待する。ジェイコブ、お客さんだぞ。うん。なんで、父ちゃんが言ってよ。僕、テレビに夢中なんだ。仕方ねえな。父ちゃんがじゃあ、招待するか。早く行ってやんなさいよ。ちょっと待って、父ちゃん、今すごくドラマいいとこだったんだ。ジェイコブ、ちょっと待って、招待しなさいよ。なんで招待しないんだ。ゴスを招待してあげて、帰っちゃうよ、うん、やあやあ、いらっしゃい、うん、あなたは。私、ゴスカスナンドラです。レベッカさんに会いに来ました。あ、本当に、うん、今家にいるよ。ちょっと待って、どうだい、昼飯でもどうだい、うん、食事に呼ぶをしてあげてよ。レベッカも自分のだけ取ってかないで。どうですか、ゴスさん、カサンドラ、うん、品質普通、うん、みんなそっちで食べるの、ここで食べたらいいじゃない、なんでそこで食べんだい、みんな。いいけどさ。あ、家族3人で。なんかまあいいか。どうしたの、カサンドラ、ワンちゃんが好きなのかな、カサンドラは。犬見ながら食べたい、犬好き、犬いいね、犬いいよね、うん、あれ、ジェイコブだな、でも気になってるのは、でもジェイコブ、くさ、レベッカ、お前足が臭いぞ、レベッカ。
風呂入ったのかさっき。あ、これか。レベッカ、ちょっと待って、レベッカ。これを片付けろよ。うん、片付けよ、うん。ちゃんとそういうところ大事よ。うん、Floor must I know? Ah, yo yum. Oh, bro, 片付けて、no. 片付けて、そう。全部片付けんの。うん。Trip escape. いや、レベッカから草の匂い出てんの、これ。ちょっとお風呂入らせなきゃ。やっぱりさっきちょっと十分に洗えてないわ、すすが。これもこれも。レベッカこれも。うん、This sound, レベッカお風呂入んなさいよ。ちょっと待って。ドック、このお姉ちゃんと。ドックは選べないか、やっぱ。お姉ちゃんはもうお風呂入りなさい。お風呂に入る。本日2回目。ジェイコブどこ行った？それで。トレか。ジェイコブ。ドックにご飯あげて。タイマー設定する？ 12 時間？どれぐらいがいいんだろう。あ、もうドック食べてる、ご飯。うん、よしよしよし。で、ちゃんと お姉ちゃんがお風呂入っちゃうからさ、ジェイコブ、カサンドラさんとちょっとお話しなさいよ。面白い自己紹介しよう。有効的な自己紹介だな。うん、緊張してる。 うん、大人のちょっとお姉さんに今自己紹介しようとしてるから、ちょっと緊張してる。ジェイコブです。よろしくお願いします。最近引っ越してきました。ジェイコブ、ニワトリのお尻に関する情報よ、ジェイコブ。あんまり受けてないな。パパ受けてる。ジェイコブがネタ、パパ受けてるよ。ああ、よかったよかった。次の動物を。カサドラさんは動物何が好きなの？盛り上がってんな。僕、ガチョウが好きなんだ。カサンドラさんは何が好き？私はどちらかといえば犬が好きかな。でも家が欲しい。最終的には玉の輿に乗って家が欲しい。大きな家が欲しい。ゴミ箱に隠れるの趣味なんだ、僕。ダメだ、そんな趣味ダメだ、ジェイコ。やめなさい。お姉ちゃん、ゆっくり風呂入ってね。お姉ちゃん、どうなの？ああ、衛生きれいになった。楽しさが足りてません。お姉ちゃんも、じゃあ、お話しよう。カサンドラさんと同い年でしょ、だって。有効的な自己紹介。どう？あ、ちょっと待って。ドックが、おトイレ行きたいって、抱き上げる。ジェイコブ、ドックをおトイレ行かせてあげて。おじぎなよ、ドック。おしっこ連れてってあげるからさ。どこ、ここに下ろす。はい、うん、楽しくやってるな、3人は。
どっこ早くおしっこしな。トイレに行くよう言う。見ててあげるからさ。歌歌ってる場合じゃないよ、ドック。トイレ行きたいんだろ？トイレ行きたいよ。トイレじゃ喋らねえわ、いいと。そこでするの？家の前だよ、ドック。すごいムチムチなお姉さん来ちゃった。あ、行っちゃった。どこ行くんだい、ドック。待て待て待て、ジェイコブ、ゲームしに行くな。ゲームしに行くんじゃないよ。すぐ隙あらばゲームしに行くな、お前。ドックのうんち回収して。あれ？したの？したみたいだな。じゃあ帰ろう。よし、ドック、よくできたね。よし、帰ろう、ドック。ここにドック下ろす。はい。なんか怖いお姉さん来た。なんなの、あの歩き方。ねえねえ、みんな聞いてよ。なんか変なお姉さんがいるんだ。変なお姉さんがこの辺り徘徊してるんだ。一応自己紹介しなきゃ。自己紹介してなかったんですよ、父ちゃんは。あれ、ドック寝てる。今寝たら寝れないんじゃないか、夜。地震後、火を消した結果、おかげで娘が大やけどだったんだよ。大丈夫なのか。関心事について話し。お姉ちゃん、おしっこをしに来たみたいな感じだな。あ、もう帰るの、カサンドラさん。さよならも言わずに。シャワー浴びようか、もう姉ちゃんはなんか緊張してるから。ちょっと待って。お姉ちゃんはトイレの後にシャワーを浴びよう。ゴビヌシパイミテンプサーボヘルフォイメシカフロー。ジェコバ、ゲームやってんな。まあ緊張してるみたいだから。まだ引っ越してきて初日だからね。それ緊張もするだろう。どうなることやら、これ。この一家。父ちゃんずっとテレビ見てるな。父ちゃんは自分の仕事に関してどういうアプローチをすればいいんだろう。歌を練習する？歌練習してみるじゃん。下手くそ。にぎやかな家だな、でも。すごくいい。いきなり火事になったけど。あれ？
ドックが遊んでくれって言ってるぞ、うん、じゃあお姉ちゃんが遊んでやろうか。友情申し出る。なんかおもちゃを買ってやろうかな、ドックに。お出かけ用おもちゃ箱。ボールボールボール、ニャンボール。ボールボールボールでしょ、これ。これにしよう。犬用の家具ってあんまりないんだね。よーし、じゃあお姉ちゃんちょっと。特にボールあげて。あら、かわいいベイビー。ボールを今からあげますからね。ほら、ドッグ。ボールだよ。はい、お姉ちゃんでもゲームに夢中だな。ドッグと遊んでやってよ、お姉ちゃん。ペット見てよ。まあ楽しくやってるところ水差すのもあるか。父ちゃんの歌がひどすぎる。父ちゃんの歌がひどすぎるね。そのことについて兄弟で語り合ってんのかな、もしかして。あれ、ドッグも歌い出したぞ。あ、父ちゃんの歌のところに。ひどひどすぎる、うん、お姉ちゃんどこ行った。お姉ちゃん音楽聴いてる。あ、ドックも音楽聴いたよ。ダンスしよう。音楽聴きながらね。誰もドックと遊んでやる。誰もドックと遊んでやらないな。ドック遊んでほしいって言ってるよ。お姉ちゃんじゃあ遊んでやってよ。じゃあドック歌ってごらん。ほらドック歌って、音楽に合わせて。どっか行っちゃった。奔放な家族だね。姉ちゃんは学校とかどうなんだろう。高校生、指示評価の高校生。姉ちゃんは将来どうしようかな。ほら、宿題があるじゃない。宿題をやろうぜ、姉ちゃん。踊ってる場合じゃねえわ。ロシャンドック。ん？シムスタグラムペット投稿しようか。歌ランク上がったら。
分かった分かった。父ちゃん怠け者だからさ、あれなんだ、急に、あ、写真を撮るんだけど、どうしてここどうしてここなの。うん、ちょっと待って、今撮るから。シムスタグラムに今写真を投稿するから。なんでここなん？なんでここないの？フィルターじゃなくて。あ、そういうことか。もっと寄れないの？よし、これを。これを出版社に売る。シムスタグラムに写真を投稿するにはまずワールドに配置してください。これを。ちょっと待って、父ちゃんが寝ちゃったけど、ソファーで。え、どれだ？ダメか。これじゃねえな。売るか。売ってみた。すぐ3シムロリオになったな。で、お父ちゃんは何も寝るの？まだね、別に寝る感じじゃないけどな。いや、もう寝る時間だな。あ、なるほどね。ベッキーがそこでね、なんか宿題やってるからだ。宿題手伝えるんだ。あれもジェイコブ寝てんじゃない？上で寝てるよ、ほら。レベッカももう宿題やめて寝なさいよ。そうしないと父ちゃんが寝れないよ。うん。寝るの？うん、もう私寝る。うん、おやすみ。父ちゃんもじゃねえよ。よし、父ちゃん、うん、これ違うわ。これ父ちゃんの。おい、ちょっと待って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 、父ちゃん待って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 、ドック寝かしつけなきゃダメだ。ドック、もう寝る時間だよ。まだまだ遊んでんじゃありません。ほら、おいで、ドック。こっちだ。ドック、もう寝なさい、ここで。
ダメ？ドク寝なさいよ、うん、ほら寝な、うん、バーブムーもう寝なさい寝なさい、よし、いい子だ、うん、寝てるとこ起こしちゃダメだ、よし寝よう、と夕飯食ってねえの。まあいいや。どうした？誰かトイレに起きてきたな。あれ？ジェイコブ？ジェイコブ。寝なさい、どうした、お腹空いたのかな、給食を取る、ピーナッツバターとジャムのサンドイッチ、もう12時過ぎてんのに誰も風呂入んなかったじゃん。お姉ちゃんがやけどしてシャワー浴びただけだな、ちゃんと自分で片付けんだ。なんで、ジェイコブ、ちょっと待って、待って。ここで食べろよ。いつもそこ行くけど。いいや、もう。そこで食べ始めちゃったし。どうした？かわいいなぁ。ちょっとジェイコブダメだよ。ちゃんと片付けてから寝なさい。そういうの大事だからね。ほら、起きちゃったじゃない、ドッグが。うん、もう寝なさい。父ちゃんの横で寝なもん。父ちゃん寝ていい、一緒に寝てる、あれどうした、ジェイコブなんか寝ないな、お化け出たか、みんな何時に起きるんだろう、とりあえず6時に1回止めまして、あ、止まった、ちょうど誰が起きるの、お姉ちゃんが起きた、お姉ちゃんは下でご飯作ろうか、家族分ね、グリルドチーズファミリーサイズ、姉ちゃんの学校は8時から、うん、父ちゃんは9時から、ジェイコブも8時か、うん、先に子供たちがじゃあ行くんだね、汚れてんなこれ、あ、おはよう、ドク、うん、あ、ちょっと気にしないで、うん、誰も見てないんだから、うん、あ、またやった下手くそだな、ちょっと何回目よ
全部一回落としたじゃない。おはよう、レベカ。おはよう。やべ、なんか見た目やべ、ちょっと待って。大丈夫これ。あ、でも品質は普通なんだ。盛られた料理、食事に呼ぶ。ちょっとみんなご飯だよ。ちゃっちゃと食べて片付けて。え、ちょっと待って、父ちゃん。 レベッカ作ったんだからこれ食べてよ。これは違うわ。しまって、後で食べ終わったら。で、寝ぼすけはどうした？まだ寝てんな。した。ご飯食べて。その前にトイレ行きたいな、ジェイコブ。で、お姉ちゃんがご飯食べた。膀胱がパンパンです。とりあえず片付け。ジェイコブ先トイレ入ると思うから。よし。父ちゃんは？父ちゃんも片付けてよ。父ちゃんこれしまうのか、まず。父ちゃんアップルソースをしまいます。え、もう一個食べんの？父ちゃん食べ過ぎじゃない？もう一個食べんの？いいんだけどさ、酒飲みてえな。父ちゃんもうトイレ行きたいぞ。これどっちが先だ？レベッカより先だな。めっちゃ食べるじゃん、父ちゃん。お姉ちゃんもトイレ行きたい。どっちが先？お姉ちゃん先。お姉ちゃんもうでも学校行くよ。ジェイコブどこ行った？え、嘘でしょ？ ジェイコブ、嘘でしょ？ちょっと待ちなさいよ。 なんで？ご飯食べなかったの？ジェイコブは。あ、そっか、便所行ったのか。てかもう時間がない。 父ちゃんはそれ片付けてよ。仕事の時間が約1時間に入ります。今日はどうしますか？仕事に行くさ、もちろん。姉ちゃんもう学校行くよ。お姉ちゃんは大丈夫、万全です。父ちゃんまずトイレ行ってくれ。ジェイコブはもう、ジェイコブはもうご飯食べれないよ、そんな時間じゃ。ジェイコブもう学校だ。学校に行け。お前が寝ぼすけだから仕方ないんだからな。それ持って行きなさい。ダメか、食べるのか。ちょっと食べてから行きな。じゃあ、遅刻してるな。ジェイコブ初日か。 初日だろう、お前転校してきて。父ちゃん来れよ。おい、ジェイコブ。
世界平和について話し間違ったら 学校に行きなさいって怒るないの？ないな。ジェイコブ、学校に行け。そう。分かったよ、もう行くよ。バスに遅れちゃう。多分バス出てるだろうな。父ちゃん、これを。しまってほしい、冷蔵庫に。父ちゃん、テレビじゃないでしょ。テレビじゃないでしょ。本当にだらしねえな、お前。あと、ジェイコブだな、今の。これね、これをしまって。急がないと。仕事の時間だ、もう。それ早くしまって。まだ1分だ。仕事に行ってください。はい。そんな格好で仕事行くの？ そんな格好で仕事行くの？父ちゃん、ちょっと待って。 嘘でしょ。 そんな感じだったっけ？これは、レベッカが今やっている研究課題はグループプロジェクトです。そのグループにいるのは全員かなり成績のいい人たちばかりです。彼女は他のメンバー同様に頑張るべきでしょうか？それとも彼らに頑張ってもらいましょうか？頑張ろう。結果はどうあれ頑張ろう。ラブレター。ジェイコブがリュックサックから朝食を取り出すと、中に何か赤いものがあることに気づきました。ノートです。ハートのような形をしています。その上には君は素敵とだけ書いてあります。何かにつけてこちらの方を見ていた転校生の仕業かもしれません。あなたが転校生なのにね。まあいいか。彼は直接聞いてみるべきでしょうか？それともしばらく様子を見るべきでしょうか？転校生に聞いてみようかな。さて、どう？レベッカが一生懸命やっていることに気づくと、他の生徒はダラダラと怠け始めました。正直者はバカを見るのです。レベッカはクラスメイトのカサンドラを家に招待しました。友達になれたんだ。もう3時。みんな3時に帰ってくるのか。そうか。それはいいね、ちょうど。転校してきたばかりの男の子は友達があまりいないため一人っきりになっています。でもジェイコブがノートをあげたことで、その転校生は勘違いしてしまったようです。君のことはよく知らないのに。さらに最悪なことにクラス中に噂話が広まり、皆が彼らをひそかに見張るようになりました。今ですら最悪な気分なのに、さらに事態は悪化するのはもはや時間の問題です。全部良くなかった。レベカは今日の授業を終えました。成績は悪くありませんが、バッキンガムハイスクールの先生陣はもう少しだけ努力すればもっといい結果を出せるだろうと思っています。なるほど。ジェイコブは今日の授業を終えました。成績は悪くありませんが、ランドグラブ小学校の先生陣はもう少しだけ努力すればもっといい結果が出せるだろうと思っています。全然読めてない。アーロンは今日、96シムオリオン稼いで帰ってきました。とても頑張りましたね。どういうことなんだろうな、父ちゃんの仕事。そのままの格好で パソコンも始めたけど。よし、じゃあ今日はここまでにしましょう。本当は一日終わったところで、区切りとしたいんですけど、ちょっとね、学校とかね、仕事とか、ちょっとどんなのか最初はちょっと見たいなと思ったんで、とりあえずやってみましたけども、まあこんな感じでございます。まあこんな感じで1日ずつ、短いね、動画に編集して、ちょっと皆さんにね、お送りしようかと、まあちょいちょいね、思ってますので、よろしければご視聴の方をお願いいたします。というわけで、じゃあ今日はここまで。お疲れ様でした。Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you.
flash a smile. I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Just say hi or whatever.